ってみますわ。はい、カメラ入りました。はい、大変なことが起きました。ジュン、いつもライダーさん、フリースタイルスキーの、ジュンさんが、GS レーシング板を履いてます。で、ジュンさん GS 板初めてで、俺がフリースタイル板、初めてではないけど、まあ、1週間ぐらいしか経験ありません。で、この板が初めてです。しかもさ、これビンディングあったんだってね。たまたま会いました。さあ滑っていこうと思います。さあ滑っていきます、まあ、このボサ雪で。お、滑り通りじゃん、滑り通りじゃん。なんであのうまいの、あの人、なんであのうまいの。いや、これ慣れると多分めっちゃいい。いや、あのタワーマシやし。タウンですね。タウンですね。めっちゃタウン。うん。自然にタウンドル多分。
ないです。これと。ジェイさん変えようか。まあいいや、降りるまでいいか。今もあんな。うん。あ、失礼。どうでした？いや、うん、早いでしょ。めっちゃ早い。早いでしょ。めっちゃ早いでしょ。これあれよ。買いたくなり、買いたくなりました。買いたくなりました。買えばいいよ。これでもジュニア用ですよ。大人用じゃないんだよ。あ、ジュニア用ってそういやなんか言ってたね。うん、これ中学生用。中学生用はこんな硬さ、うん、そう、大人はもっと長くてもっと硬いです。ああ、うん、だからもっと早く。いや、これでもなんかめっちゃ硬く感じる。これで十分でしょ。うん、まあ、大人用なんか大人用買ったら140キロ出るから。うん、140キロ森に突っ込んでいくわ。欲しくなりましたか？スイッチやってみましたか？いや、スイッチやってみて。ジュンさん早いもん。俺、ショートスキーも持ってきとるで、ショートスキーでやるかもしれない。あとは一緒に乗っても大丈夫。大丈夫？大丈夫。大丈夫。ええで、ええで、ええで。娘さん、ジュンさんの娘さん。お父さん優しいですか？あ、すいません、嘘ついてるんで騙されてます。え、いや。わざと？え、いや。微妙。なんかボケないといけない。微妙。どうしよう。微妙。